私の帰国報告会させていただきたいと思います。よろしくお願いします。今回私は高尾のプーさんの家へホームステイさせていただきました。ホストファミリーの方はとてもいい人ばかりで、いろんなところへ連れて行ってくれたり、食べ物も食べさせてくれたので、その中からいくつか紹介させていただきたいと思います。まずはじめに小籠包なんですが、これは割った瞬間に肉汁がすごい溢れてて、すごい美味しかったです。北京ダックは初めてこのそのままのリアルな形を見てちょっとびっくりしたんですけど、味は皮がすごいパリパリして美味しかったです。でこれは3つ目はあまり日本では馴染みもないと思うんですが、台湾ではとても有名な料理で、ローザオファンという料理で、上に甘辛いお肉が乗っています。とても美味しかったです。次に場所を紹介したいと思います。この左端の塔は龍の口から入って虎の口から出るっていう決まりがあって、ホストファミリーに最初に連れて行ってもらった場所なんですが、塔からの眺めはすごい綺麗でとても楽しかったです。2個目は神農街という場所で、台南の古い町なんですが、雑貨屋さんが可愛くてとても楽しかったです。3つ目がナイトマーケットで、これはキャンプの時に行ったんですが、同じ班のメンバーのことをチキン食べたりとか買い物したりとか、とても楽しかったです。次にキャンプの紹介したいと思います。これは反対校でサバイバルゲームをした時の写真です。自分のチームが優勝できてとても嬉しかったです。これは DIY のアクティビティで、みんなで傘に模様をつけたりして遊びました。これは3つ目はキャンプファイヤーの時で、班ごとにパフォーマンスをするんですが、私の班はダンスのパフォーマンスをしました。台湾の方にもすごい知られているダンスで、途中からみんな入ってきてくれて全員で踊りました。これは高尾の YC の方たちで行った旅行なんですが、暇な時間はみんなでうのして遊んだり、夜ご飯はバーベキューしたりして遊びました。帰り道には昔からある伝統的な味のかき氷を食べたりしてとても楽しかったです。で最後に、これは閉会式のパーティーなんですが、台湾の方たちの前で日本の君の名はという映画のテーマソングの全然前世という曲を歌ったりしました。でこれは台湾の YC の方と日本の YC 生撮った写真です。最後に私が台湾と日本のギャップについて驚いたことを話したいんですが、まず台湾はトイレットペーパーをトイレに流せないことに驚きました。じゃあどうするかっていうと、トイレにあるゴミ箱に捨てないといけなくて、最初はすごい抵抗がありました。あとはユニットバスがほとんどで、トイレに水がかからないようにお風呂に入るのがすごい大変でした。で今回の体験で得たことは、積極的に自分からコミュニケーションを取りに行く力がすごいついたと思います。そうすることでいろんな国の方と友達になれたし、今回だけじゃなくて次もまたその YC 派遣生として違う国へ行って、さらに多くの人と交流を深めたいなと思いました。なので今回の機会を与えてくださった神戸ライオンズクラブの皆様はじめ、 YC の
委員会の皆様にも感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。何か皆様から、太田さんにご質問とか聞きたいこととかはございませんでしょうか。では愛ちゃん申し込んでくださった時はちょっと中学3年生だったんですね。中学3年生で派遣を行かれた時はちょっと高校生になられて、最初はちょっと大丈夫かなって心配だったんですけど、今この発表を聞いてすごく生き生きとされてますし、いい経験されたんだなとすごく嬉しく思ってます。さっき傘があったんですけど、あれはどっちかが愛ちゃんの作品なんですか。2つのスライドを戻していただいて、私の同じルームメイトのこの作品で、右が私なんですけど、この模様はキャンプで見たものとか遊んだものとかを全て模様にして描きました。ちなみに模様、何の模様なんですか。この赤くなってるのがキャンプファイヤーの火で、この青いのはみんなで船に乗ってクルージングしたんですけど、その時に見た波をイメージして描きました。で3つ目、ちっちゃくて見えづらいんですけど、この花を描いてて、それはここの傘を描いた場所がすごい富士っていうか、上からすごい花が垂れ下がってる場所があって、すごい綺麗だなと思ってそれを描きました。ありがとうございます、はい、お母さんはどうですか。行かれる前と帰ってこられてからの違いとか。いや、すごいなんか楽しんでるというか、本当に本人が言った通り話しかけてるっていうのがすごい伝わりまして、いい経験だったとすごく思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます山村先生、いかがでしょうか。はい、今の報告を聞いて、すごく楽しんで満喫して帰ってきてくれたんだなっていうことが分かったし、あとまあ事故もね、トラブルもそう大きなのもなく、元気で帰ってきてくださったのがすごい私には嬉しいんですけども、最後にやっぱりいろんなギャップのこととか、あと、自分がやったこととかっていうのをなんかこういう写真で、あ、これしました、これが楽しかったですだけじゃなくて、自分が感じたこととかを私たちに伝えようという気持ちを持ってこのスライド衣装を作ってくれたっていうのが、やっぱりこうなんか自覚を持ってっていうか、やっぱ意識を高く持って参加してくれた証だと思うし、でそのたくさんの人とコミュニケーションを自分から取って、その結果得たものっていうのを自信を持って発表してくれているのが、本当に実感を持って今回の派遣で得たもので、これからの自分に力になると認識が持ってもらえているっていうのがすごく嬉しかったし、また自分がね、自分一人の力だけじゃなくて、もういろんな人の力を得てこの体験ができて、それでそれに対してもやっぱりこう今後に生かす力になるということで、感謝の気持ちもじゃあ自分から言ってくれたのがすごく嬉しくて、言ってもらってすごく良かったなと思うし、一緒に他にご質問ございませんでしょうか。すみません、サバイバルゲームで優勝したって言われてましたけど、どんなゲームなんですか。中に塗料が入ったボールを銃弾代わりに使って、相手陣地にある旗を取りに行くっていうゲームなんですけど、私はディフェンスの役で、向こうから来た敵を、旗を取ろうとしている敵を私が撃って止めたりとかして楽しかった当たったらそれがなんか当たる、塗料が弾けてそのシミになるんですけど、当たったらもうその人は死なない。もう一回ドラム缶にタッチしてみてまた戻らないといけないっていう
はい、楽しそうでした。はい、ありがとうございます。では太田さん、どうもお疲れ様でした。